時の誰か、実況の方誰と組んだとか覚えてます？そのプレシーズンマッチの初めての相手は西岡さんでした。番組と一緒にやっていましたし、当時でプレミアリーグ開幕の時は野村さんそうと、あと、勝秀樹さんがゲストだったんで、はい、その時だけ3人だったんですけども、そう、その後、西岡さんとか野村さんが多かったのかな、うんうん、でスカパーでそのシーズンチャンピオンズリーグの解説も呼ばれて、はい、初めての相手が初対面となった下田さんでした。もう今じゃね、もうね、黄金コンビと言っても過言ではない。下田さんどうでした？下田さんの最初印象と、あとなんでやってみてとか。存在感がすごかったし、で、もう私たちも今後多分話すると思いますけども、選手の表記、カタカナ表記っていう問題が業界としてあるんじゃないですか、はいはい、どう表すか、はい、下田さん昔ブラジルにいた頃もあったので、ポルトガル語をある程度できる人で、スポルティング対チェルシーの試合だったんで、はい、ポルトガルのチーム対イングランドのチームだったんで、スポルティングの表記についてこの表記おかしいぞっていう主張がすごい強かった。でそれは初対面の私の前で結構なんか熱い話をしていた、うん、なんか怒らせたくないなと、ちょっと最初怖いなか思ったんですけども、はいはいはい、それでどうやらその後本人から聞いたことに、私がすごく準備をしていて、その試合のためにスポルティングのことをいっぱい勉強していたんですけども、はい、髪型が変わった選手でも投入されたすぐ言えたのを、下田さんがこの人よく勉強してるなって思ってくれたみたい。下田さんめっちゃ勉強するから、めっちゃ準備してるから、そういったところを多分 その辺性格が合うと思いますけども、認めてもらえたのかもしれません。でその後ずっと仲良くなれた。わあ、すごい。でもいい、ちょっといい、なんですかね、デビューじゃないですけど、そういう。いや、最初は刺激だらけで、自分の反省点も多かったし、試合の解説も一人反省会で90分フルで見て、今の話ダメ、今の話長すぎ、今の話いらない、今の話いや面白いけど言い方が悪いから伝わってないかもしれない、でそれそういう反省をしながらちょっと、まあ、ブラッシュアップを図っていたんです。でも今もでももう、ね、反省した時期はあったと言っても、本当にベンさんがやる解説は何だろうな、バックグラウンドが見えるし、歴史が見えるし、何ならその土地の人柄も分かる、なんかそのファンの方たちどういう性格、そういうのって多分ベンさんにしかできない解説、どんなに私たちが勉強してもやっぱりそれを伝えるのは難しいので、本当に唯一無二の解説だなと思っていつも楽しく聞いてるんですけど、そうおっしゃっていただけるのすごく嬉しいですけど、私は元選手ではない、指導者でもない、日本語ネイティブでもない、そういったハードルが多いんですけども、私だけ、まあ、今の解説陣の中で私だけイギリス人っていうのを強みにしないと、もうすぐ仕事終わりだと思います。だから現地の情報ももちろんのこと、フィーリング、雰囲気も、バックグラウンド、そういったところを試合とともにお伝えできれば、それが面白いんじゃないかなと思いますし、それは私ならできることだと思いますけど、この日本、今サブスクでいろいろ見れますけど、小田部さんが始めた頃ってそんなに今ほど情報量がなくて、確かに、でプレミアリーグを、私もそうですけど、やっぱりその日本人に広めた人って言っても過言ではないと思いますし、あとそこに欠かせないのは、私の中ですごい大好きな2人がやっぱ倉敷さんとウェンさんがやってる、やっぱりその解説実況の時は本当にいろんな歴史とかそのチームの空気感とかそういうことを知れる、本当に大好きなお二人なんですけど、倉敷さんについてもよかったらどうですか。倉敷さんのようなコメンテーターは多分倉敷さん以外世界にいないんじゃないかなと思います、いい意味で。もう下田さんとかだったら、下田さんの、テンションの上下とか、情報量とか喋り方とかが多分日本の実況者の中で、まあ、ブラジルにかつていた影響もあるのかもしれませんけど、私が見てきたヨーロッパのコメンテーターに一番近い感じもする。それに対して倉敷さんが一番違う人ですが、いい意味でもう引き出しの幅の広さって半端ないんじゃないですか。で共演者でもその日合流するまでどんな話してくるか全く想像つかない、試合中でも、これ何の話、ああで急になんかもうすごい脱線してて、ね、またすごくうまく巧みにまた持ってきてくれて、すごくそれが楽しい。だから全然中継スタイルが
イギリスに倉敷さんみたいな人はいないですけど、おそらく世界にもいないんですけど、それすごくいい意味で、はい、そのね、あの方はすごい趣味が多いですし、世界にすごい好奇心を持って、興味を持っていろんなことを知ろうとする、いろんな映画を見たり本を読んだりイベントに行ったりしていて、それで自分の視野すごく広くなる。でそれでサッカーばっかり、もう視野がサッカーばっかり狭くなると、解説、実況、コメンタリーも面白くなくなることもあるかもしれません。広い世界を見ておかないと、その広い世界の中で行われているこのサッカーゲームがどういう意味を持つか伝えられないのかもしれない。で、倉敷さんにちょっと見習って、私も結構すごく準備熱心で、安倍さんもそうだと思いますけども、そればっかりしていると世の中のこと気づいていないことも多くなっちゃうかもしれないから、倉敷さんほどじゃないにしろ、もう少し倉敷さんに見習って生活の幅をちょっと広くして、サッカー以外のことにも興味を持って、もう元から興味を持ってるんだけど、時間もちゃんと確保してかけて、他の情報、他のインプット、サッカーと無関係のインプットをする重要性を倉敷さんから学びましたね。本当に趣味多彩ですからね、倉敷さんは。それでもうやっぱりそこから出てくるこう語彙力というか、雰囲気だったり表現力だったり、もう特殊な唯一無二の表現をするじゃないですか、そう、本当に素晴らしくて、そうだから、お二人のコンビ好きですし、もちろん下田さんも大好きですし、で下田さんに関してはやっぱり実況を目指す人は絶対私、下田さんの実況は聞かなきゃダメだよって思うぐらい、もう文字起こしとかをしてほしいぐらい、下田さんの実況はしてそう、文字起こししますよ、下田さん。あ、すごい。あの倉敷さんのもするんですけど、倉敷さんはねちょっと脱線するぐらいこうなっちゃう時あるんですけど、で、はい、それも楽しく聞いてるんですけど、はい、もう下田さんのはもう本当に、ぐらい本当に完璧で、でもそのお二人のその何ですか、楽しそうな雰囲気だったり、そういうのを出せるのもやっぱベンさんの素晴らしさだし、二人がすごいベンさんを頼ってるなっていう部分もあると思うんですよね。なんかいろんな情報でも、その国のことでも、お二人からも知りたいみたいのがあの、すごい伝わってきて、すごく好奇心が持ってはる、はい、だから自然と聞きたく、なってくれるって思います。なんかそれがすごい、お互い両方とも興味があって、うん、私たちに一生懸命、でも3人が目指してるところって、視聴者にとにかくフットボール、サッカーの楽しさを伝えたい、まあ、プレミアリーグだとプレミアリーグの楽しさを伝えたい、うん、でチームが2つあって、じゃあ有名、言い方ですけど、じゃあスモールクラブって言えばいい、まあ、そうそうそう、海外で、そうそう、ビッグクラブ同士の試合もあるんですけども、うん、ビッグクラブ1つあってそうじゃないので、うん、ちょっとこちらの方が知られている、こちらがそんなにもしかして広く知られていないかもしれないという対戦も、うん、でもなんかそのスモールクラブへの愛も皆さんすごいじゃないですか。それも良さも知ってほしいんだよっていうのが3人からすごい伝わってきて、本当に本当に素晴らしい、私はいつも感謝をしてるんですけど、もうねだいぶ長く聞いてしまってまだまだ聞きたいことはあるんですけど、今やっとそのね、今やっているベンさんがやっているこの解説への、まあ、まだスタートラインの話ですけど、うん、これからまた時間があれば、もっと今こういうことを思って喋ってるんだよとか、うん、あと結構その倉敷さんとか下田さんって実況についてノートとか、はい、あとツイッターだったりとか、はい、いろんなところで発信をしていて、はいはい、私たちに教えてくれたりとか、うん、こういう資料の作り方あるんだよって、すごくもうためになる情報をお二人はすごく発信をしてくださってるんですけど、解説のそういう人っていなくないですか、なかなか。戸田さんは本を出したんですけど、戸田さんがいるけど、多分その戸田さんはやっぱサッカー選手でもありますし、はいはい、やっぱりベンさんみたいな方、本当サッカーはやってなかったんだけどっていう、あのプロとしてね、うん、でそういう人がどういうふうにこう解説するときに作業をして、うん、こういうふうに伝えようって努力してるんだとか、こういうとこ気をつけてますよみたいなのも、いつか動画でもしお伝えいただければ、これを見てて解説を目指してる方もいると思うんですよ。そんな動画が見たい方、ぜひコメントで教えていただければ、ね、ここまで見てくれてる方どれくらいいらっしゃるか、ね、分かりませんけど、ぜひぜひそういう機会もあったらいいなと思っています。いや、こんな思ってくれて、安倍さんにもこう思ってくれてすごくありがたいですし、私なんかもう全く違う企画で今日来たんですけどもそれがもうとにかくお預けになって、これ、はい、やっぱり皆さんなったんですけども、
や嬉しいです、いろいろと聞いてくれて、そしてもうこのチャンネルに登場するにあたってもすごく、ね、企画まで持ってくださるとは思いません、思いもしませんでしたけども、うんうんうん、本当にあの見てる方たちがベンさんのことすごく好きなのは私もコメントわからない、ためになれてもわからないし、うん、誰も見ないのかもしれませんけどちょっと不安があります。私は、ね、自分のチャンネルで自分の話をあまりしていないのがおっしゃる通りですから、うんうん、ちょっとするの、うんうん、ちょっと恥ずかしいんですけど、いやなかなか自分からねこの学校出たよ、うん、子供の時こんなことあったよっていう話はしないと思うので、そこはあの私が一応ねあの MC という仕事をしてますので、今日力になれて見てる人がちょっとでもごべんさんのことを知れたら嬉しいなと思って、勝手にすいません企画を変えてしまいました。はい、ありがとうございます、はい、じゃあもう全部 MC やってくれてますんで、はい、締めてもらえますか。締めましょうか、はい、でもいつもチャンネル登録とか言ってましたよね。あ、そう、はい、そう言うといた方がやっぱ数字がいいんですよ。あ、そうですよね。でもね、はい、あの皆さんきっとここまで見てる方はもうすでにしてると思うんですけど、ありがとうございます。チャンネル登録とあとコメントを、あのすごい皆さんの温かいコメントを見るだけでもあの見てる方も楽しいので、うん、ぜひぜひコメントもお待ちしております。ありがとうございます。ではベン・メイブリさんと、一応ゲストの阿部安さんでした。ゲストが MC になった、まあ、MC のすごいドプロの阿部さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。